少年よ大志を抱け、これは若者は大きな志を持って世の中に出てほしいということを願ったクラーク博士の有名な言葉である。日本の将来の見通しが不透明な近年、将来に希望を持つことが簡単ではないことは言うまでもない。しかし現在の日本と同じように、先行きの見えない中で大志に命を懸けた20代の男がいた。1854年、彼は滞在であることを理解しながらアメリカの黒船に交渉のために小船で近づいた。彼は敵意がないことを示すため、ふんどし1枚で船に乗り込み、英語が話せない中で自らの志をアメリカ兵に語ったという。結果的に密航のお願いは拒否されたが、ペリーは日本の高官に日本のために彼を処刑しないでほしいとまで言わしたという。その後牢獄に送られるが、わずか3年で1500冊もの本を読み、後に開いた塾では伊藤博文、木戸孝允、高杉晋作など多くの明治維新の立役者を輩出した。彼の名前は吉田松陰。志に生きた偉大な教育者である。松陰は言う、志を立てることが全ての始まりなんだ。